フッ素樹脂とは、フッ素を含むオレフィンを重合して得られる合成樹脂の総称である。耐熱性耐薬品性の高さや摩擦係数の小さいことが特徴である。中でも最も大量に生産されているフッ素樹脂は、ポリテトラフルオロエチレン4フッ化樹脂である。また、フッ素ゴムは、部分フッ素樹脂あるいは、フッ素樹脂の強重合体をフォームに加工したものである。なお、 テフロンは、デュポン社のフッ素樹脂や、その加工製品商標である。フッ素樹脂加工されたフライパン化学薬品に対する、耐久力や、電気絶縁性が高く、表面の摩擦係数は、基地物質では、最も低く、高温にも安定で、不燃性のため、エンジニアリングプラスチックとして利用されている。デュポン社のポリテトラフルオロエチレンは、フロンを研究していた。 ロイ・プランケット博士によって、1938年に、フロンの偶発的な重合反応により発明された。ポリテトラフルオロエチレンは、アメリカ合衆国で、第二次世界大戦中マン発ッ計画のウラン235の濃縮工程で、フッ素やフッ化水素酸に耐えうる、ライニング素材として開発され、戦後工業化された。フライパンやアイロンの今月希望使用や、理系材として、 日用品にも利用される。最初に開発されたポリテトラフルオロエチレンは、摂氏260度の耐熱性を持つが熱化素性を示さず、加工性が悪い素材である。加圧性継承性法、押し出し成形法によって成形する。成形性を高めるために、完全にフッ素化されているポリテトラフルオロエチレンの、フッ素元の一部を水素、または塩素で置換したり、 オレフィンとした様々なクロロトリフルオロエチレン樹脂やポリフッカビニリデン樹脂が開発された。これらの樹脂は耐熱性でポリテトラフルオロエチレンに劣るものの加工性は高く圧縮、押し出し、射出成形が可能な素材である。金属部品に静電粉体コーティングしたり、エポキシ樹脂と共にシート状に加工されて金属性あるいは 非金属製輸送コンテナの打ち張りとして取り付けられる場合もある。テフロンは単一物質に対してではなく同社が販売する様々なフッ素樹脂に使用される商標である。ありがとうございます。